どうもおはようございます、藤夏健でございます。さあ、今回は案件をいただきまして、バンバンサバイバーというゲームをやっていこうと思います。チュートリアルからスタートですよっていう感じですね。シューティングタワーディフェンスゲームだという事前情報だけはもらってるんですが、なるほど、一人じゃないんだな。ああ、OK、自動で、敵を撃ってくれますよと。なので現状今私は何もしてないです。アーチャー伝説システム、どれでレベルアップするかを選べますよと。なるほど。で、ファイヤー、ああいいね、ファイヤーがめっちゃ強いと。 OK、どんなゲームかは一発で把握しましたね。だいぶ敵が増えてはきましたが、まあなんとかはなるかなってな感じですかね。このゾンビのグラフィックが、かなりリアルで綺麗なので、なんかこうやっつけてる感、爽快感が非常に強いですね。いい感じですね。多分これ今レベル20で、ゾンビの足が途絶えたので、多分これ全滅させたらクリアかな。ステージ1は、全くレベルアップしてない、まあ、チュートリアルの状態でクリアできました。クリアするといろんな報酬がもらえますよと。で、総ダメージなんかも全部出てますね。はい、今回はですね、リリース前のテスト環境をいただいたんですけども、もうチート状態ですね。最初からステージ200、200ステージあるんだ、このゲーム。もう全部クリアしてる状態のデータをいただいております。ああ、なるほど。装備とかがあって、育成の要素がありますよと。外見、ああ、なるほど。スキンによって攻撃プラス60とか書いてあるんで、なるほど、スキンがあると、強くなりますよってな感じですね。このスキンは、ショップの、普通宝箱からは、出ないけれども、この先行宝箱の方から、数パーセントの確率で出ますよってな感じですね。そして、あ、傭兵、なるほど、あ、可愛らしいキャラクターが仲間になってるってことか。はい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 、なるほど、主人公一人じゃなく仲間も従えていける感じですね。ああ、なるほど、あ、酒場でさっきの傭兵ゲットするのか。ショップでは売ってなかったんで何やろうと思ってたんですけど、あ、これでピース集めてやっと仲間になるよって感じだ。 OK、 大体システムを把握したので、ちょっとショップのですね、ガチャが、ダイヤめちゃくちゃあるんで、バカみたいに回していこうと思います。でこれで、多分、ああなるほど、スキンもちょっとゲットできたし、あとはもうこのダイヤみたいなやつが、武器とか、防具に、はめ込むといろんな、バフがつくよっていうやつなので、ちょっとねこれ強くしていこうと思います。 OK、まあまあ育成したんで、ちょっとレベル200やってみましょうか。無謀かな。でもまあ言うてだいぶガチャ回して強くしてるんで、ああいいですね。ちゃんと傭兵も左右にいて、なんかヒーラーっぽい感じですけど、どういう感じで撃ったりはしないのかな。ああ、一応、ああ左右も撃ってくれる。ああ、射程距離が短いのか。にしても死なねえな。ちょっと待って、最初の雑魚が硬すぎるんですけど、いや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 、ちょっと待って、何にもできへん、何にもできへん。ちょ、ああもう、あ、無慈悲に壊されていく。敵を一体も殲滅することなく終わってしまった。ちょっと待ってね、まだいっぱい強くなる要素がありました。この重機の方で開発をしていくと、どん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 、バフがかかっていくよっていうやつと、あと見た目ですね。スキンを変えると、ただ見た目が変わるだけじゃなくて、この重機ダメージが 20% 強くなるんですよね。なのでやっぱこの見た目も、あの、変わるし、気分も変わるし、ちゃんと強くもなるよっていうので、スキンもちゃんと大事ですね。ほんであとはこのコアですね、主人公の横についてるやつなんですけども、こいつもスキンによって、氷属性がこいつ強い、これは雷強い、火が強い、まあいろいろあるので、スキンもちゃんと選んだ方がいいですね。あ、壁にもスキンがある。あ、防衛戦の耐久性が違うのか。おお、和風瓦ですね。いいな、なんかいっぱいあるな。これ解放されてないけど、あー、なんかいいよ、 UFO キャッチャーとかあるやん。あのガラスすぐ割れそうですけど、あー、ビーチもいいね。あー、これ欲しいな。
さあ、ここからは20倍速でお届けします。こちらのテスト環境のデータなんですが、お金とダイヤはめちゃくちゃあるんですけども、コツコツステージをクリアしてしかもらえないアイテムとかはゼロの状態だったので、まあお金とその課金すればゲットできるダイヤ、この2つを駆使して、できる限り強く育成しまくりました。普段こんな10連ガチャ回しまくるみたいなこと絶対できないんで、すごいやって楽しかったですね。はい、戦力めちゃくちゃ上げたんで、ちょっとステージ20ぐらいならいける気がするんだよね。どうでしょうか。つまりですね、これめちゃくちゃ課金しようとも、やっぱコツコツステージクリアしていかないとちゃんとクリアできないようにバランスが調整されてますね。いや、これは素晴らしい。とりあえずちょっと、わあ、ドローンストライク、これどんなやつだろう。おお、出た。あ、ドローンストライク出た。ちょっと待って、見たい。ドローンストライクが見たい。おお、何これ、ずっと。いいね、なんか DVD の待ち受け画面みたいな。こう、あれが角に、あ、消えた。角に行ったら気持ちいいみたいなね。ああ、いいね、ドローン強いね。よしよしよし。いや、なんかいいっすね。グラフィックがさ、アメコミ風な感じなのと、あとスキルの、うわぁ、ボスでかい、めちゃくちゃでかい、ボスが。あー、すぐ倒した。20はまだ簡単すぎるな。でも、この、スキルエフェクトとかもすごい見やすいし、やっぱこう、敵倒す爽快感が相当ありますね。レベル20はもう余裕っぽい。賞味余裕でした。もうちょいレベル上げても大丈夫かな。オッケー、完全クリアですね。オッケー、ちょっとレベル50ぐらいいってみます。はい、もうだいぶ強いと思うんですよね。両サイドの傭兵もだいぶレベル上げたんで、火力は結構あると思います。でスキンも最初から、まあまあ強いやつがあったので、全部もうね、やっぱほら K のダメージいってますから、硬いか、このカニ硬いか、もしかして。ああ、倒せた、爆発しただけ。ああ、カニ硬えこのカニ。倒せてはいるけど無理だな。まあちょっとやられたけど、敵の種類めちゃくちゃ豊富ですね。ゾンビを倒すだけかなと思ったら、全然、まあまあカニもゾンビなのかもしれんけど、あー、でもいいですね。いろんな敵がいることが知れるっていうのもまたいいですね。はい、ちょっと27がクリアできなかったので、25ならどうだっていうね、ちょうどいいところを探していく。でスキンも、すごくない？壁がなんかこうドラゴンが寝てるみたいなね。で、それぞれ壁のスキンで、なんか固有のスキルが発動してるみたいで、この壁だとなんか地雷が置いてあります。一番最初にゾンビがあれ踏んだら爆発します。あー、これはでも空気の刃かな。この刃が強い。すげえ貫通するし、まあ、いろんなスキルがあるんですけど、個人的にはこの刃が一番好きですね。雷しかない。刃を強くしたいのよ。やっぱこの3個のね、中からどれか1個選べっていうやつの中に、あー、ええやん、こういうの、これが欲しいのよ。このね、空気の刃が今のところ私の中では一番強いと思っているので、空気の刃ばっかり強くしていこうと思う。さあ、レベル10になりました。これでどうでしょう。ちょっと敵硬くなってきてますね。どうだろう、空気の刃がもうちょい仕事してくれんかな。ちょっと頑張れ。よし、3個になった。3個になったけど、ちょっと貫通力が弱い。あー、いいね、最後まで貫通する。あー、だいぶ敵増えてきたよ。これはやばいけど、まだ地雷すら使ってないから、まだいける。よしよし、ダメージもだいぶでかくなってきた。空気の刃がちゃんとレベル上がってるから、今もうレベル9まで、右側の一番下がで、数字書いてあるんですけど、地雷使ってもうた。どうだ、だいぶき、あー、空気の刃がない。悩ましいね、これ。もう雷はいいのよ。いやー、空気の刃がね、これ敵が近くに、あー、やばい、でけえの来た、ボスだ。ちゃんと強いぞこいつ、多分。
風の刃がないのよ。風の刃が、これは運ですね、ここに関しては。かける10とか書いてあるやん。かける10か、もう無理くせえな。あ、なんか広告でありそう。この感じ広告でありそう。なんか知らんけど、イメージ的に広告でありそうな映像。風の刃が出ない。これはやばい。ちょっともうやばいよ。これはいよいよですよ、もう。でもさ、まだ戦えてんのよ。あの左右の傭兵がヒーラーなのか、あのちょっとダメージ受けてもなんか微妙に回復してくれてるから粘れる。まだいける。まだいけるはず。頑張れ。結構回復してくれてるから。あーし、空気の刃強くなる。お、倒せた。ボス倒した。さあ、で電気ダメージ増加。いや、ちょ、いけろいけろいけろ、耐えろ。マジで壁の HP 減ってない。おお、トラックが結構攻撃与えた。やべえか、じりじり減ってる。あー、雷しかない。何、雷の連鎖がすげえ。ちょっと待って、雷がめっちゃ働いてない。雷がめっちゃ働いてない、これ。ちょっと待って、奇跡が起きた。ちょっと待って、この風の刃ですね。雷が強いゲームだった。雷で一気に滅ぼした。ちょっと待って、もうこれ余裕、勝ちパターン入ったやろこれ。いやー、これは手に汗握るバトルでしたね。いやー、電気がこんなに強いとは。最初から電気強くしといたらよかった。めちゃくちゃダメージ与えとるじゃん、雷が。風の刃めっちゃレベル上げたのに。ということで、今日はバンバンサバイバーというゲームを紹介させていただきました。画面左に書かれているギフトコードを入力するとたくさんの素材がもらえます。さらにギフトコードゾンビキングを入力すると限定重機スキンアマゾンピストルがもらえます。一緒にボスゾンビに挑戦しましょう。このゲームが気になった方は概要欄からダウンロードしてください。最後までご視聴ありがとうございました。